我々には将兵が必要不可欠だと改めて感じたんだ。2023年のシーズンオフに FA となる大谷翔平選手、右肘靭帯を損傷した影響でエンゼルス残留の可能性が再び噂される中、ドジャース球団フロントが打ち出した思い切った方針が注目を集めています。ポストシーズンで早々に姿を消す形となったドジャースは、オフシーズンの積極補強でチーム改革に動き出すことを宣言。その最重要人物として名前を挙げたのが大谷選手でした。チームの弱点を克服するために絶対必要な選手だと、投手としてプレーできない状況でも高く評価しています。そこにはドジャースの弱点と大谷選手の強みが見事に合致する部分があったのです。ドジャースがチーム再建に全力出資。レギュラーシーズンでは100勝を挙げてナ・リーグ西地区を圧倒し続けたドジャース、2013年シーズンから11年連続でプレーオフ進出を果たし、2020年はワールドシリーズ制覇を達成。全米の MLB ファンの間でもナ・リーグ屈指の実力派集団と評価されています。ところが今回出場したナ・リーグ地区シリーズはダイヤモンドバックスを相手に1勝もできないままあっという間に敗退。同地区2位の球団に3連敗したことで屈辱的なポストシーズンとなりました。投手ではサイ・ヤング賞を3度も受賞しているクレイトン・カーショー選手、野手ではムーキー・ベッツ選手やフレディ・フリーマン選手などメジャーを代表する選手が多数所属していますが、地区シリーズを勝ち上がることができません。球団内部でも深刻な問題と受け止めているようで、アンドリュー・フリードマン編成本部長は2年連続で地区シリーズ敗退となった原因を組織としての失敗と表現。十分な戦力を整えることができなかった自分の責任であることを謝罪すると、オフシーズンには積極的な戦力補強で組織改革を活発化させることを断言しました。地区シリーズのダイヤモンドバックス戦では投打で課題が浮き彫りとなったドジャース、第1戦目では1イニングに4本のホームランを打たれてしまう投手陣の脆さが目立ち、僅差のゲーム展開では打線の得点力に悩まされています。ネット上では今の戦力では名門球団と名乗ることができない、直ちに補強が必要だ、投打のヒーローをチームに招き入れるんだよ、 FA になる翔平こそがドジャースの救世主にふさわしいと、大谷選手の加入を求めるドジャースファンの声が。こうした声に対しフリードマン編成本部長は、ここ2年間のオフシーズンについて我々は極めて憤りを感じているし失望している、来年同じことが起きないような状況を作るためにやることは全てやるとオフシーズンの補強に全力を注ぐ決意をコメント。大谷選手は右肘を手術した影響で来季は投手としてプレーすることができませんが、それでもチームに必要な存在であると考えているようです。ついには球団上層部からもオフシーズンの補強ポイントについて大谷選手が本命の選手であることを裏付ける発言が飛び出しました。我々には翔平の力が必要だ。大谷選手だけでなくブルージェイズのチャップマン選手やパドレスのスネル選手など有力な選手が FA となる2023年のオフ、ドジャースは一体どんな補強に動くのか、来シーズンに向けてのチーム編成が注目される中、現地時間10月17日の会見に姿を見せたフリードマン編成本部長、オーナーが潤沢な資金を提供してくれるのでベストなチーム作りを検討している、来年2月に春季キャンプ地のアリゾナに集まるときは本物の優勝を狙えるチームになっていることにとても自信があると出資は怠らない覚悟だということを宣言しています。ポストシーズンで明らかとなったチームの課題を大谷選手の加入で解決できると考えているのではないでしょうか。名門球団として再びナ・リーグの頂点をつかんでポストシーズンでリベンジを果たすため、唯一無二の二刀流選手を招き入れる計画を進めているのです。思い返せば2022年オフ、新たに獲得した選手と1年契約を結ぶなど例年とは異なる動きを見せていたドジャース。メジャー関係者はドジャースは大谷を獲得するために資金を温存していると1年後の2023年オフを見据えた計画的な資金調整だったことを予想していました。どうやら計画的に大谷選手を招き入れる準備を着々と進めていたようですね。世間の噂は決して的外れではなかったようで、ドジャースは2023年のレギュラーシーズンが開幕すると大谷選手の活躍に大注目。デーブ・ロバーツ監督からは、ファンは彼のプレーを見るのを楽しみにしているし、彼は常にワクワクさせる選手だ、監督で彼を愛さない人はいないだろう、
などと大谷選手に向けたラブコールが送られています。米メディアエッセンシャリースポーツのカニシカ・プラカシュ記者は、ドジャースは彼を受け入れるつもりなのだろう、最近の動きを見ると推測するしかないと獲得に乗り出すことを予想。また米スポーツサイトアスレチックのケン・ローゼンタール記者は、ドジャースは大谷翔平と契約し、さらに努力しないと物語は変えられないと、二刀流の大谷選手がドジャース復活の鍵を握っていることについて言及しています。2024年シーズンは打者に専念する大谷選手ですが、それでも多くのドジャースファンが大谷選手の入団を待ち望んでいることでしょう。投手として出場できない状態であっても、ドジャースの救世主になることができるのでしょうか。唯一の欠点も確実に解消できる。打者としての早期復活を目指す大谷選手は、どの球団でプレーすることになったとしても指名打者として出場することが予想されています。今シーズンドジャースが DH 枠で起用してきたのは、2022年オフにレッドソックスから移籍した JD マルティネス選手。ポストシーズンで接戦をものにできなかったドジャースにとって改善したポイントの一つです。メジャー関係者によると、ドジャースは大谷選手の獲得に成功した場合、単年契約で入団したマルティネス選手と契約延長を結ばない可能性もあるとも。 MLB 公式サイトのサラ・ウェクスラー記者は、ドジャースの弱点について次のようにコメントしています。ポストシーズンでの直近3試合で6得点しかできなかったチームにとって、大谷をこれほど欲しいと思ったことはなかっただろうと、もし大谷選手がいれば地区シリーズで敗退する可能性は極めて少なかったことを指摘。こうした意見に対してはファンも、ドジャースの課題は打線だ、チームは強力な DH を必要としている、翔平の打力が加われば怖いものはないよと同じ意見を持っている様子。ドジャースの新たな歴史を刻むために大谷選手の力が必要不可欠だと確信しています。二刀流の復活にはある程度の時間が必要ですが、それでもチームにとっては貴重な存在。もし仮に今シーズン44本のホームランを放ち、ア・リーグのホームラン王に輝いた大谷選手がドジャース打線に加わることとなれば、対戦相手が脅威を感じることは間違いありません。また大谷選手にはグラウンドでの記録だけでなく、他のメジャーリーガーが持っていない魅力があるとも。大谷選手が掲げる目標は、ドジャースが球団として叶えたい夢そのものだということが明らかになっています。大谷選手と共に世界一を目指したい。米メディアブリーチャーレポートは、大谷選手の必要性について次のように紹介しています。チームに名選手が欠けていたわけではないだろう。チームに必要なのはハングリー精神を思い出させてくれる人物なのかもしれない。ドジャースがこの難しい状況を乗り越えるには、世界最高の野球選手を加入させるしかない。2023年のレギュラーシーズンを地区優勝で終えたにもかかわらず、ポストシーズンの短期決戦ではまさかの3連敗で即敗退となったドジャース。ワールドシリーズ制覇まであと一歩のところにたどり着くことはできますが、ポストシーズンの壁を乗り越えることができません。来季のポストシーズン、そしてワールドシリーズ制覇に対する思いが、どの球団よりも強くなっていることでしょう。そして大谷選手も以前からプレーオフへの思いは年々強くなっていますね。優勝したことがないので、優勝したいと思うのが自然かなとは思いますと、ワールドシリーズに対する本音を語ってきました。メジャー6年間で一度もポストシーズンを経験したことがない大谷選手は、勝てる球団を求めています。もしかするとドジャースと大谷選手が目指す方向性はすでに一致しているのかもしれませんね。2023年3月に出場した WBC では日本代表を優勝に導き、その後レギュラーシーズンではエンゼルスの先頭に立ってチームメイトを鼓舞する姿がたびたび見られました。誰よりも勝ちにこだわり、頂点だけを目指す大谷選手が周囲に与える影響力は計り知れません。屈辱的な地区シリーズ敗退を経験してリベンジに燃えるドジャースに加われば、チームと共により良い方向に進み続けてくれることでしょう。選手もファンもワールドシリーズ制覇に対する熱意が高まっています。果たして球団の思いは大谷選手に届くのでしょうか。シーズンオフの動向から目が離せませんね。皆さんは大谷選手がドジャース加入を選択すると思いますか。ぜひご意見をコメント欄にお書きください。最後まで見ていただいた方は、グッドボタン、チャンネル登録いただけると本当に励みになります。次回も他では見られない熱い情報をお伝えしますので、チャンネル登録がまだの方はぜひ登録ボタンを押してください。
最後までご視聴いただきありがとうございました。